もうすぐ玉ねぎ苗を植える時期になりますんで、そろそろ玉ねぎのための畝を用意しておかないと間に合わなくなりますので、今日はそれをやりました。一通り耕して、その上に、草木灰ですね、うち薪ストーブがありますので、草木灰は潤沢にあります。その草木灰と、土壌細菌を、まずは撒いて、その後にちょっと鶏糞も撒きました。これまでは無肥料でやってたんですけども、ちょっと玉ねぎとかやっぱり若干肥料がないと、ピンポン玉とかテニスボールぐらいの大きさしか、できませんので、玉ねぎに関しては、信頼できるところから仕入れた鶏糞を、使うことにしました。で、500株ぐらい玉ねぎは植えようと思うので、まあ畝はですね、まあ、最低でも5本ぐらいは必要かなと思いますので、他のところにも引き続き畝を立てていきます。Thank you.